まずは自分が上がらないとね、自分が説得力のある人間にならないといけないんで、自分の意思を通すため、自分のやりたいことをやるために必要なのが俺にとってはベルトだと思ってるんですよ。新たなヒーローは突然やってきた。信じないよ、扉が今は開いてます。凱旋からわずか1年足らずでこの春頂点に立った。辻陽太30歳。想像を超えるスケールとストレートな言葉。ナンバーワンであって、その誇りを捨てちゃいけないんですよ。そこで反抗したんですよ。あんたにできないことを俺がやってやるよ。新時代を背負う男には大きな夢がある。俺の最終的な目標は、これは辻陽太が辻陽太になるまでの物語。俺の大好きな横浜ですね。この海は変わんないですよね。俺にとっては結構思い入れのある海で、この海と共に育ってきたって感じですよね。本当は保土ヶ谷区出身なんですけどね。まず言えるのは、しょっちゅう片割れと喧嘩をしてたってことですかね。まあ母親は本当に大変だったと思うんですけど、小さい頃は結構いろんなことに興味があって、やってみたらそこそこいろんなことはできるんですけど、他のことをやりたくなっちゃうみたいな、そんな感じだったと思いますね。あとは英会話、なんか英語喋れるのかっこいいなと思ったんでしょうね。母親の知り合いで英会話をやってる人がいて、その人のところに行くことになったんですけど、はい、でその人の影響で俺は高校からアメフトを始めるっていう、はい、まあ、全てつながってたんだなって今思えばですよね。寒くないですか？なんだろうな、まあ、一つ根底にあるのは、俺は大学卒業して社会人になって、それから会社を辞めてプロレスラーになってるんで、まあ、自分に嘘をつきたくないっていうのがあるんですよね、はい、常に自分の正直な気持ちを話すようにしていますよね。それは結構影響があるのかなって。もうなりたい自分になるために俺はプロレスラーになったんで、やっぱりアメフトをやってたことも大きいですよね、はい、アメフトって、まあ、皆さんあまり知らない人が多いと思うんですけど、すごいロジカルに進めていくスポーツで、クォーターバックだったんで常にゲームをコントロールしなきゃいけなかったんで、まあ、次これをやるためにはじゃあ今こういう行動をしなきゃいけないっていうのを常に考えながらプレーしてたんで、その癖は今でも残ってると思います。よくクォーターバックだからタックルなんかしねえじゃねえかって言われるんですけど、アメフトやってたんで、それはタックルっていうのはやっぱ基本みたいなものなんで、はい、もちろんタックルはやってるに決まってんだろうっていうところは伝えておきたいですよね。俺自身結構性格があんまりマメじゃないんですよ。クォーターバックってやっぱマメで、はい、すごい気配りのできる人じゃないといけないんで、はい、やっぱりどうしても目立ちたがり嫌だったんですよね、当時から、はい、まあ、でもアメフトってクォーターバックが一番目立つんですけど、はい、でも一番目立つんだけど一番目立たないメンタルでプレーをしなきゃいけないんですよ。自分のチームをいかに持ち上げるかっていうのがクォーターバックの役割なんで、はい、だからそう考えるとあんまり向いてなかったのかなと思いますけどね。実際に自分でよく走ってましたし、最近俺がすごい思うのが、俺が発してる言葉の意味とか本質を理解してくれてる人って多分レストランの中でもあんまりいないんじゃないかなと思う。なんかこいつ言ってんなぐらいとしか思われてないのかなっていうのは結構思いますよね。その試合をいかに
良いものにするかっていうのはレスラーの技量だと思うんですよね。で、受け身が取れるのは当たり前、ロープ走るのは当たり前、自分の手札の中でいかに面白いゲームを作れるか、そして勝つことができるか、これはやっぱりちゃんとプロレスと向き合ってる人じゃないとできないことだと思うんですよね、はい、結果が出る出ないにしろ、その考えるってことはすごい重要だと思うんですよね、はい、ガソリンないっすね社長、ガソリン代ぐらい出してくださいよ。お、これが私の母校の横浜立野高校ですね、はい、母校凱旋、体育の教員免許持ってるんで、教育実習もこの立野高校でやらせてもらったんで。アメリカンフットボールとの出会いが辻の人生に大きな影響を与えることとなる。授業してないですね。すごいヤバい人いるみたいな目で見られましたよ今完全に高速違反ですね、このロン毛に金髪に職員室ってどっちか分かりますか？はい、ありがとうございます。すごい綺麗ですよね、中庭とか、はい、俺がいた頃こんなんじゃなかったんですよ。懐かしいな、はい、本当教育実習ぶりなんで8年ぶりですね、ここ来たの。じゃあちょっと教頭お呼びしますね、はい、あ、お久しぶりです。俺を知ってるでしょ。はい、知ってますよ。教頭になってたんですか？教頭じゃない、ちょっと副校長。あ、副校長です、失礼しました。いや、今校長、教頭呼んでくれて言ってたんで、はい、まあ、お久しぶりです。久しぶりです、はい、お久しぶりです。いや、こんな再会があるとは活躍してください。ありがとうございます。俺が高校生の時の数学の先生俺日本人日本人日本人全然違う木村先生。あ、しはい、ちょっと頭打ちすぎちゃって日本史日本史実際覚えてなかった。いや、何だったっけ。はい、平成23年、お、私たちじゃないですか、分かんないです。普段3位までいけるんですよ。でもその時だけ なぜか2位までしかいけなくて、春も秋も3位で関東大会に行けなかったっていう、すごい苦い思い出があるんですよ。そういえば3位だったなと思って。その時ってあの人の顧問って誰だったんですか？はい、僕の時は高橋明先生なんですけど、ご存知ですか？あの今横浜区。あ、そうです、堺にいる、はいはい、今年 G1 っていつかったんですか？ G1 詳しいですね。7月20日からです、はい、おー、早く行ってくださいよ、そういうことは。おー、いいですね、セブンティークロス、はい、ここはアメフトの道具入れです。はい、ありがとうございます。でも懐かしいですよね、はい、グラウンド広くなりましたね。俺のいたアメフト部も部員が全然いなくなってしまって結構やばいらしいんですよ、はい、だからどうにかしてこのアメフト部を復活させたいんですけどね、はい、これを見て横浜立野高校セブンティークロスに入ってくれる人が、はい、そしたら辻に会えるかもしれないですよポジションはチームの司令塔であるクォーターバック。こうやって投げるんですよ。俺は投げれて50メートルぐらいじゃないですか。あ、どうした？肩痛いですね、久しぶりに投げると思い出に残ってる出来事といえば、アメフトの練習中にタックルの練習してたんですけど、首が痛くてちょっとサボってたんですよね、その時で。そしたらあのボスにてめえふざけんじゃねえみたいな感じですごい怒られてしまって、そこで反抗したんですよ。ちょっとなんで反抗したか覚えてないですけど、あんまり、はい、そしたらボスも本気で切れちゃって、はい、で練習中止だって言って、こんなお前がいるような部活の面倒を俺は見ないっていうふうに言ってちょっとなんか謝りに行けみたいな感じで、その担任の先生にも促されて俺は謝りに行って、でもなんとか頭下げ続けて、はい、やっと許してもらえたみたいなその一件があってからは比較的俺も結構反抗的な態度はちょっと慎むようになった
ような気がしますね、はい、自分の 100% 思ったことをそのまま伝えてたと思うんで、それはやっぱりね、やっぱ TPO とかもあるし、考えていかなきゃいけない、社会人としてやっぱり言うべきとこは言って、引くべきとこは引かなきゃいけない時はありますけど、でもなるべく自分の意見は伝えるようにはしてますよね、はい、でもそういう関係性だったからこそ今でも連絡を取ってますし、俺がなんだろう、ここまで来れたのはその高橋先生のおかげだと思ってますね、はい。これは練習するやつですね。なんかこう置いてこういうのするやつですよ。これはでもすごいなんか嬉しいですよね。こうやって、はい、映像を撮ってもらえて、自分もこうやって帰ってこれて、あとボスがいたら完璧だったんですけどね。体育館とかで行ってみます。多分誰もいないですよね。あの新日本プロレスの辻と申します、はい、知ってます。本当ですか。いいですか。はいはい、もちろんです、はい、すげえすげえかっこいい。ご存知です。はい、はい、ちょっとしか知らない、ごめんなさい、ちょっとしか、はい、プロレスそんなあれですけど、はい、在校生や卒業生でいるっていうのを。そうです、12年前ぐらいで卒業しました、はい。だからやっぱりそういううちの子たちもやっぱスポーツやってる先輩たち、大谷翔平のお母さんもいらっしゃるですね、ラグビー選手もいるし、あ、サッカー選手もいるし、はい、でプロレスラーもいるって知ってたので、はい、まさか立ててスポーツで頑張ろうってやってたとこなんで、はい、すいません、お邪魔しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。プロレスラーの辻さん、あー会いたかった。おおはい、IWGP でしたっけ。ああ、はい、IWGP、あれに出るって言って、でたまたまね、観光さんって業者がいて、業者の方が出る知ってますかって言って、あ、立野高校なんです、立野高校なんです。そうなんですよ、はい、教育実習もここに、はい、応援してますね、はい、ありがとうございます。頑張ってください。本当に体育館です、話に出たばっかの。ありがとうございます。ちょっとガソリン入れてもいいですか。はい、デート感あるじゃないですか。バーチャルデート、辻とバーチャルデート。自分に合う車を買おうと思って、はい、ジープにしたんですよね、はい。でも荷物とか運ぶのにちょっとちっちゃいんで、もう二回りぐらい、走りはエンジンが強いんで結構安定してるんですけど、やっぱりジープなんで。あ、やべ、欲張りすぎちゃった、社長に怒られる。もっとプロレスを広めたい、常にその思いとともに。コロナが終わったって言ったら言い方は違うかもしれないですけど、はい、ちょうど俺が去年帰ってきたぐらいで規制がなくなったんですけど、はい、それから1年経って、じゃああの頃の勢いを取り戻したのかって言われると、そうではないと思うんですよね、まあ、それはもちろん俺たちがしっかりと新日本を引っ張っていけてないっていうことも要因としてはあるとは思うんですけど、それだけではないと思ってるんですよ。会場に来る特別感だったりとか、まあ、お客さんがプロレス会場にまた来たいと思う、そういう仕掛け、そういうことが今の新日本プロレスには足りないと思うんですよね。だから俺はこれから新日本プロレスでまだまだやりたいことがいっぱいあるんで、それはリングの上だけじゃなくて、そのリングの外のことに関してもたくさんあって、まあ、でもまずは自分が上がらないとね、やっぱり自分が説得力のある人間にならないといけないんで、自分の意思を通すため、自分のやりたいことをやるために必要なのが俺にとってはベルトだと思ってるんですよ。自分が何者かになるために、連日友と語り合った場所がある。このガストに、まあ、立野高校からよく帰ってきて、で保土ヶ谷駅に着くんですけど、喋り足んないなっていう時とかずっとなんかドリンクバーで粘ってるみたいな。高校生なんでお金もないんで、はい。
そんな思い出の場所ですよね。はい、お、来ましたね。辻の小中高一緒の親友石井さんです。はい、久しぶり。元気？元気元気。絶好調絶好調。さすが。中野坂上なんだ本社。そう。どうしようかな。チーズインチーズハンバーグにしよう。好きだねチーズ。チーズ大好きだよ。すいません、このチーズもらっていいですか。昔からです。接点は多かったかもね。そうですね。小学校一緒で、中学塾も一緒だったし。でもやっぱ高校で一緒のアメフト部だったっていうのが一番。確かに、うん、でかいかも、うん、一言で言うならば、やんちゃって感じで、まあ、目立ちたがりって感じでした、ね、当時から、うん、おいちチーズ大好きなの私、はい、半端じゃないよ。チーズインチーズオンでしょ。おいチーズチーズに溺れたいっすね。溺れてるよチーズに。相当だよ。いいね。すごい今思い出した話があって、僕ら3年生の時に目標立てようみたいな話があったんですよ。全然覚えてない。達成できないと意味がないから、達成できる目標にしようよみたいなって話をしてる中、一人だけ、いやいやいや、そんな小さな目標じゃなくて、行くんだったら関東大会行くっしょ、ボスを関東大会連れて行くでしょみたいな、一人だけめっちゃでかい目標言ってて、いやいやこの人何言ってんのって思ってたんですけど、まあその時からもう辻太田出来上がってたかもしれないです。でもね、まだ叶えられてないっていうのが今と一緒ですね。直感的というか野生的な感じに見えると思うんですよ。すごい。でもその当時からめちゃくちゃ戦略的っていうか全部考えてやってるんで、だからクレバーですね、かなり。いやついちゃいます言われると。俺は就職して、石井さんはその1年後に就職するんですけど、俺が辞めた会社とたまたま同じ会社に入社してたんですよ。そうそう、俺も入社する前に辞めちゃったんで、はい、今まであんまりその愚痴をこぼすみたいな、どうすればいいんだろうっていうのを常にこう考えてきたようなタイプの人間、まあ、そうやってこう多分道を切り開いてきたと思うんで、やっぱさすがに社会人時代は、まあ、会った時にはもう仕事の愚痴、多分やっぱ充実してない毎日を過ごしてたのかなって、やっぱあ自分こんなはずじゃないのになみたいな、その会社僕が内定出たよおめでとうみたいな、俺と同じじゃんってなったタイミングで、あめっちゃ奇遇だな、でもごめん俺辞めるからみたいな、はい、5ヶ月、はい、なんとかなるっしょが口癖なんで、はい、だからあのプロレスラーになるっていう時も多分周りからいろんなあのこと言われたとは思うんですけど、でも結局なんとかなるっしょ、なんとかなるっしょ、当時から好きだったんで、中学生から同級生にプロレス技かけてたんで、はい、本当に我が道を進む人生で今まで来てるので、なのでもう本当に何て言うんだろう、その生き様にこうみんな魅了されて、まあうちの一人ですし僕も、はい、なのでまあもう本当我が道を進んでいってくれたらなと思ってますね。勝手に多分それに魅了される人たちがあの応援していくと思うので、ファンになっていくと思うので、もう本当好き放題やっていたらいいんじゃないって、怪我にだけ気をつけて頑張って怪我だけはね、はい、今って何の仕事してたの、うん、あ今はあのアスリート、まあ、専門というか、アスリートのメンタルサポートっていう、まあ、事業を自分でやっていまして、詳しくはこちらまで。そういう仕事に就こうと思ったのも、まあ、もしかしたら辻くんの影響あるんじゃないかなって、まあ、個人的には思ってて、まあ、彼が光だとしたら、どっちかというと僕はこう影だったというか、支える立場というか、ありのままの自分を認めてあげようよっていう。深いね。結果にふさわしいメンタル持ってる。ありがとうございます。え、実家来ますよ。母親いたら撮りますか。結構ね、このアクティブな感じは母親譲りなんですよ。顔もだってさ、母ちゃんにじゃん。そうそう、
よろしく言っといて。またまたね。どうした？本当に実家へ。彼の野生的な一面。母です。お母さんメインだから、はい、いや大丈夫、いや、はい、何も考えないで思うままに言ってもらって。それはね、ちょっと待って、多分ね、それよりもそっくりのそっくりっていうので結構ね、みんなちょっとに注目するから。ちょっと待って、そんな急に言われて化粧ポロポロかして、してきていい。皆さんご存知だと思うんですけど、双子だったので常に競争をしてるっていう感じだったんですね。今はこんなに大きくなってますけど、実は未熟児で、翔太が1900で、陽太2005で生まれているので、はい、未熟児でもここまで大きくなりました。小さい子です。毎日喧嘩してた。本当に仲が悪かった。常に家にいても全てのことで争ってたので、小さい頃はものすごい仲悪かった。そうです。中学ぐらいまでかな。そう、子供の頃はなんか喧嘩の声が結構ひどくて、その近所に警察呼ばれかけたとか。呼ばれたんだっけあれ。喧嘩が始まると私家中の窓閉めてました。俺が一回頭を踏みつけてノックダウンして勝ったことがあったんですよね、はい、でそれぐらいで多分お互いにこれ以上やったらもう危ないことになるっていうのが理解して、はい、それ以降はあんまり喧嘩しなくなりましたけどね、はい、もうでも想像もしてなかったことを言われたので、びっくりしました。今日話があるから夜家にいてねって言われて、いろんなことを思ったんですけど、まさかプロレスラーになるっていうのは全く想像してなかったです。次の日は起きて、あれ夢だったかなっては思いましたけど。その辺の意志は強かったと思います、はい、でも今思えばそれをやらせてくれた両親にはやっぱ感謝したいですよね、はい、自分の思うことは曲げずに言ってましたね、うん、私陽太も好きなんですけど、宝塚好きなんですよ、はい、宝塚は毎回東京の方の大劇場は見に行くようにしてますし、でそれで影響を受けて、そうですね、はい、そこに関しては完全に母の影響ですね。なんか非日常みたいな感じですごい刺激的じゃないですか、宝塚のステージって。それがなんか自分にもいいなと思って、で今ではどちらかというとプロレスに生かせるものがあると思って結構勉強目線で見てることも多いんですけど、はい、やっぱり人様に迷惑をかけないように、そういう小さい頃からそういうもう争いが多かったので、はい、それは本当に世の中の人々に本当に迷惑をかけないようにしてねっていう。ちょっとこれ いいよ大丈夫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 。もうちょっといいこと言いたいな。ドキュメンタリーだからね、いいんですよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。改めて掘ってみると、こういうことがあって今の自分があるんだなっていろんな気づきがありましたね。僕の友人家族、またお世話になった方々のためにもっといい世界を作りたいっていうのはありますけど、それがプロレスを通じてどこまでできるかっていうのはまあ分からないですけど、はい、辻が社会人時代を過ごした町。めちゃめちゃ久しぶりですねこれ。もう、はい、自分の中でやりがいは感じられなかったんですよね。別に俺がやらなくてもいい仕事なんじゃないかなっていうのはすごい思ってたんですよね。俺にはもっと俺にしかできないことがあるんじゃないかっていうふうに。それで、まあ、プロレスラーになるって決めてからは夜な夜な、なんかこの辺の砂浜に来て走ったりとか、初めてスクワットを始めたのもこの辺だったと思うんですよね。スポーツ以外にも自分の時間をしっかり作りたいなと思ってたんですよね。だからアメフトをやるっていう選択肢はあんまりなくて、かといって何をしていけばいいのかっていうのは自分の中で答えが出てなかったんですよ。だからとりあえず
なんとなく就活して就職してこのまま自分の人生が終わるのは少し寂しいなというふうに思い始めたんですよね。そんな時にたまたま深夜に録画してたワールドプロレスリングで内藤哲也が初めて取ったベルトを放り投げてたんですよ。なんかその姿がすごい俺にとってはかっこよく映ったんですよね。自分のやりたいように言いたいことを言ってやりたいことをして生きる、その姿が当時の俺にはすごい響いたんです。改めてプロレス好きだったんだなっていうのを思い出して、でそういえば自由が丘で、まあ、今社長棚橋さんに声かけてもらったなっていうのがフラッシュバックしてきたんですよ。そしたらもういても立ってもいられなくて、俺はもうこれをやってみたい、プロレスラーになってみたい、新日本プロレスに入りたい、そう思ったんですよね。そこからの日々はスクワットをして腕立てをして入門テスト受ける気満々でやってたんですけど、でも自分の中で葛藤はあったんですよ。やっぱりその時思ったのは、人生一度きりだし、当時22歳、テストを受ける時には23歳になってるわけで、これがもう最後のチャンスなんだと。だったら迷ってる暇はないと、今すぐ会社を辞めて最後のチャンスに俺は人生をかけてやる、そう思ったんですよ。当時の俺に俺は感謝したいです。プロレスで人生が変わった、レスラーになった今思うこと、新日本プロレスを見てくれる人たちの希望になれたらいいなっていうことを思い始めたんですよね。俺の戦いを見てまた明日頑張ろうと思える、また立ち上がる力をもらった、それが俺のプロレスをやる最大の目的なんじゃないかっていうことに最近気がついたんですよね。俺たちは常にナンバーワンであって、その誇りを捨てちゃいけないんですよ。その誇りがあるからこそ人々は魅了されてそこに感動すると思うんですよ。だから俺は常に自分たちのリングがナンバーワンだと思ってるし、それを証明し続けたいと思ってるんですよね。このリングが世界最高ということを証明する、覚悟を決めたこの場所で改めて誓う。プロレスラーなりたいって言った時に父親に飯行くぞって言われて、 T ボンステーキを父親が頼んで、お前プロレスラーになるんだったらこれぐらい食ってでかくなれって言って食べた思い出があるんですよ。棚橋社長、いただきます。あんたにできないことを俺がやってやるよ。一緒に入ってきます。すごいなんか、こっちもいいですか。すごい、すごい大きい。今日ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いえ、頑張ってください。プロレス。ありがとうございます。ありがとうございます。俺いつも会社のこととかいろいろ文句言ってたりするじゃないですか。はい、でも俺映像班にはすごい感謝してて、知らない人、知ってる人、プロレスを見たい人が最初に目にするものだと思うんですよ。それが映像だと思ってて、その映像があって俺たちの試合にたどり着くものだと思うんですよね。でこの映像っていうのはすごい大事なものだと思ってて、でこうやって今回も密着してくれて映像を作ってくれてるスタッフの方には本当に感謝してます。これ別に言わされてるわけじゃないですよ。本当に俺の本心の気持ちとして、心の底から思ってる気持ちです。映像班の皆さん、いつもありがとうございます。お疲れ様です。お願いします。よろしくお願いします。日々のコンディション作りも目標を叶えるためには欠かせない。
いつも治療してもらってるんですけど、元広島カープの今井圭介さんです、はい、よろしくお願いします、はい、元宝塚歌劇団、はい、星組、星組です、星組のことまりえさんです。お世話になっております。ありがとうございます。ことまりえさんと共通の知り合いがいて、その方の紹介でこの治療院紹介してもらったんですよね。どうすか新作。長岡に打って試合をするとか。はい、もちろん筋肉大きいんですけど、すごいいい質でほぐすとすごい反応してくれるんで、なんか緩みやすいですね。うちの息子がはい、ピョンスケ人形でしたっけ。おピョンスケ松井さんのがねえねえってずっと息子めっちゃハマりましたから。お今何歳でしたっけ。中1です。中1、13歳ぐらいですか。14歳。13ですね、はい、じゃあ10年後はぜひ。言ったんですよ、辻さんにあげられた ジャージ、はいはい、お前それ返すために入れっつって言ったんですけど、はい、ビビってます。もう痛い。はい、大丈夫です。だいぶ楽になりました。あの G1 開幕前にもう一回ぐらい来れたの、はい、了解しました。はい、ちょっと最近忙しくてですね、はい、あまり時間取れなかったんですけど、はい、試合前にもう一回ぐらいお願いします。トーナメント前に来ると結構あれですよ、ドキドキする。まあどこに行くにも基本は車で行動するんですけど、車でいろんなとこに行くのが好きだったりしますね。で移動するときやっぱ音楽とかかけるんですけど、俺の好きなアーティストはまず一人が矢沢永吉さん。矢沢永吉さんがやっぱ男として尊敬できるんですよね、成り上がり。あと阿部真央さんもよく聞くんですけど、阿部真央さんはなんかその歌詞がすごい、歌詞に力がある歌詞の一人だと思っていて、その歌詞がすごい好きなんですよね。でも俺が一番好きなのは明治さんなんですよ。なんで好きなのかっていうと、その当時なぜか明治さんって結構批判されることが多かったんですよ、はい、彼女の歌には芯がある、はい、彼女は何を言われようがブレないものを持ってると思ったんですよね。だその批判されてもそれに立ち向かっていく姿勢が俺はすごい好きで、はい、その時から明治という人間が好きになったんですよ。別に会ったことあるわけじゃないですよ。はい、もちろん歌も好きですけど、はい、どんな歌を歌ってようが、はい、誰の歌を歌ってようが、明治という人間が僕は好きなんですよ。ちょうどこの前札幌でオールツギザーやった後に東北巡業があったんですけど、そこで盛岡の次の日かな、横浜に帰って明治さんのビルボードライブに行ったんですよ。明治さんって俺と同じく横浜出身なんですよね。俺がこんなこと言うのも変かもしれないですけど、前の明治さんってやっぱりいろんな会社の圧力とかいろんなものの重荷を背負ってるように見えてたんですよね。でも今の明治さんって本当にそのライブの中でもあったんですけど、 Be Free っていう曲があって、自由に飛び立ちたい、自分のあるがままの姿で自由に生きていきたい、そんな彼女の思いを体現しているように感じて、今の明治さんはより一層魅力的に感じます、ね。はい、明治という人間が好きです。まあ、改めてルーツに迫ることってあんまりないんで、自分にとってもいい機会になりましたね。振り返って見えたものがある。やっぱりこの G1 を制す必要もあるし、 IWGP を取らなきゃいけない。俺の最終的な目標はやっぱり新日本プロレスを世界一の団体にするっていうことなんですけれども、世界ナンバーワンになったっていうことができるのは、世界の人々がプロレスイコール新日本プロレス、そう思うことだと思うんですよ。これをアメリカでやり遂げることは俺は無理だと思うんですよ。アメリカにはもう WWE がある。でも世界はまだまだ広い。
世界にはアメリカの3億人の何十倍もの人口がいるわけであって、そこに新日本プロレスを広めていくことができれば、プロレスイコール新日本プロレス、そういう絵を作ることは不可能ではないと思ってるんです。だから俺が新日本プロレスイコール世界一のプロレス団体にしたいっていうのは、プロレスイコール新日本プロレス、そういうイメージが世界に広がることだと思ってます。海へ繋がってるんですよ。誰も見たことのない新たな時代を切り開く、そんなヒーローになるために。